はい、どうも。今回ですね、火炎放射の入試場所を4箇所紹介します。で、早速1箇所目なんですけど、1箇所目はここですね。チャンプルータウンの右にあります。で、早速取りに行きます。で、このパルデア地方には、火炎放射が4箇所に落ちてますね。で、こっちですね。で、プルピケサンドに入ったらもうそのままで、どんどんこんな感じで登っていきます。で、ナッペ山に入ってすぐ上に登ったらありますね、1個目が。で、場所はここです。チャンプルタウンの近くですね。で、まず1個目ですね。で、2個目もこのまま取りに行きます。で、2個目の場所はここですね。この崖の上にあります。ただここからだとちょっと遠いので、カラフシティから行きます。で、カラフシティに着いたので、取りに行きます。だいたい強力な技マシンっていうのは、パルデア地方に4つあるイメージですね。だいたい4個ずつありますね、全部。たまに2個とかなんですけど、4個が多いっすね。で、こっちに進んでいって、で、登っていったら2個目の火炎放射があります。で、場所はここですね。はい、2個目の火炎放射です。で、3個目はここにあります。東2番エリアの左上ですね。で、取りに行きます。だいたい5分から10分ぐらいあれば、4つ全部入手できる感じですね。この上に登っていきます。ここでしたね。ちょっとずれてますね、目的地が。で、これが3個目の火炎放射です。ここですね。ここに3個目の火炎放射があります。で、4個目の最後の火炎放射を取りに行きます。で、4個目の火炎放射はここにありますね。で、ここから一番近いところだと、乱れ月の滝か左上のここですね。なので、こっちに行きます。で、着いたらもうひたすらまっすぐですね。ちょっと早送りをします。北一番エリアに入ってもそのまままっすぐに行くとあるはずですね。この下ですね。ここですね。ここに最後の火炎放射があります。場所はここです。ちょっとずれてましたね。はい、ここです。というわけで、最後の火炎放射も入手しました。はい、というわけで以上となります。火炎放射の技マシンが欲しいと思った方は、ぜひ参考にしてみてください。引き続きスカーレット・バイオレットの動画を投稿していくので、よろしくお願いします。それではまた。